え？配信のリプしてるけど普通にツイートした方がいい。あ、違うのあれ、あ、わざとだから大丈夫。だってなんかさ、なんていうの、めっちゃ見てほしい時はツイートするけど、あ、みんな来てみたいな時、でもなんかちょっと話したいなみたいな時は陰キャだからツイートしないリプでも気づいてくれる人は気づくといいな、でもみんなに通知行くぐらいではないなっていう時は、あのわざとその日のツイートのリプに続けるって、陰キャだからちょっと声を大にしてね、やるよって言えないわけ。そういうそういうことそういう性格でさやろう、よし。そうちょっとね、あの、まあ、ただ言えることは、ケンピは配信するときはあの21時半が大体なんで、21時半が22時半ぐらいに息してなかったら寝てるんだなって思って、まあそんな感じだね。え、インキャミスコン出ない？いやでもさ、最近のさミスコンすごいんだよ。インスタじゃなくてツイッターでいいってわけよツイッター、それはちょっと幸いだったかもしれない。うん、やっぱインスタきついわ、ちょっと本当に。私のミスコン時代の配信見せたかったな、みんなに。今と変わらないテンションでずっと世の中に関する不平不満と友達ができないってことを語ってるって。今思えばなんで私あの空間で生きていけたんだろう、ほんと不思議。なんかそう陰キャ自慢になっちゃった全然自慢みたいなことじゃないけど、まあ昔からそんな感じだった。そう、特別賞もらってた。なんだろうね、陰キャのくせに頑張ったから特別賞もらった。なんか陰キャコンテスト、やだ誰も幸せになれないじゃん。陰キャも一生懸命勇気持って出たのにさ、みんなあうあう言ってんでしょ誰も幸せ、出る側も応援する側もちょっと幸せな気持ちになれない。